まあ、乱闘なんていうことはあまり考えられませんからね、はい、共にクリーンファイター同士の対決になりました。さあジャンボ鶴田とビル・ロビンソンがっちりと手を合わせました。 AWA の世界チャンピオンとして AWA ゾーンをサーキットした時に挑戦してまいりましたビル・ロビンソン、ジャンボ鶴田かろうじて防衛に成功しています。以来の対決であります。そうですね、あのシングルとしてはね、ジャンボ鶴田選手とビル・ロビンソン、それから馬場選手とザ・デストロイヤーという、いろんな過去の因縁がありますね。そうですね、はい、まあしかしもうこの4人はそれぞれが何回も何十回も戦った選手ですから、はい、お互いに手の内は知ってるでしょう ね、 そうですね。今は天竜のものになっておりますユナイテッドナショナルヘビー級選手権、この選手権でも白熱の攻防を演じた両者ですね。そうですね、まあ本当に日本とアメリカを股にかけて、はい、まあ、タイトルが行ったり来たりということがありましたね、はい。さあそのビル・ロビンソンですけれども相変わらず健在ぶりを AWA ゾーンでも発揮しておりました。どうですか山田さん、キャリアがもう26年になりましたね。そうですね、まあ、とにかくこの人はヨーロッパ出身のですね選手で、まあ、ヨーロッパを征服してからアメリカへ渡ったわけですよね、はい。まあ、とにかく、まあ、ヨーロッパ人らしい非常に言ってたところもあるけれども、変に実力を持ってますね、はい。さあビル・ロビンソンが仕掛けます。ジャンボ釣り込む負けておりません。両者張り手の応酬、まず引っ掛けましたのはビル・ロビンソンです。やはりね、まあ、張り手と今いう表現がありましたけれども、そのアメリカでいうスラッピング、はい、その横っ面を張るというのはね、大変に相手に対する侮辱を与えることになるわけですね、まあ、それだけにこれはもう完全なる仕掛けですね。そして張り手の後に見せましたショルダーネックブリーカードロップ、本当に深さのある技であります。さあビル・ロビンソンからこれまたベテラン、キャリア30年の白覆面の魔王ザ・デストロイヤー、相変わらず健在ぶりであります。山田さん、白覆面の魔王ザ・デストロイヤーも本当に強い肉体を持っておりますね。そうですね、まあ、これ正確に言いますとね、はい、今年の誕生日が来ると53でしょうかね。しかしあの肉体的にはもうまだ30代の、後半といったような感じじゃないですか、はい。一旦はビル・ロビンソンにつながれました。あっとデストロイヤーから再びビル・ロビンソンの登場か。さあジャンボ鶴田とビル・ロビンソンがやり合います。まあね、今でこそあのアメリカ人と日本人 の、 あの体格差ってのは非常になくなりましたけれども、はい、戦前、まあ、我々が私なんかが育った時代ですね、アメリカ人 の、 あの男性と日本の男性を比べた場合、その年齢的には10歳の開きがあるって言われたもんですね。ですからアメリカ人の40歳の健康状態と日本人の30歳が一緒だと。でさらにプロレスラーの場合は日本人の健康に精進してますんで、そこからさらに5年ぐらいいくと普通の人と比べると15歳若いというような数字が出てくるわけですね。ですから仮にデストロイヤーが現在53であっても、そこからマイナス15ということであればおのずから納得がいくわけですね、はい。それもこれも山田さん、普段の試練の賜物でしょうね。そうなんです、あのやはり、デストロイヤーの場合現在試合の数はさほど多くないんですが、それだけトレーニングに時間を費やしてますね。そうですね。さあ立体的なフライングメイヤーを見せます超ベテランザ・デストロイヤー。今回の来日では自ら筆を取りまして、四の字固めの独り言というような一冊の本をものにいたしましたザ・デストロイヤー。私もサインしていただいて一冊いただきましたけれども、まあ、なんと言いましても力道山と、亡くなりました力道山と最後に戦った男、そういう非常に面白いエピソードがたくさん書かれてあります。四の字固めの独り言、こういう本を出しましたザ・デストロイヤーであります。まさにこの力道山を語る上でザ・デストロイヤーはもう本当に生き証人みたいな人ですからね。そうですね、まあ、力道山時代の本当の超スーパースターでしたからね。さあジャンボ鶴田から初めてジャイアント馬場が登場。リング上、北海道帯広のリング上、北海道にもたくさんのファンが待っておりました。ジャイアント馬場であります。
このグランドチャンピオンカーニバルパート2が終わりますといよいよパート3ということになりますが、どうやら山田さん、噂ですとスタンハンセンの来日が決定しているようですけれども。そうですね、打倒スタンハンセンに燃えてますね馬場は。もう馬場選手はね、今もうそのことしか考えてないみたいですね、はい。まあ、ジャイアント馬場、そしてビル・ロビンソン、この2人は PWF ヘビー級を争った中ですね。そうです、これにもまた一つですね、因縁がありますね。そうですね、このビル・ロビンソンは日本でいろいろな因縁ドラマを作りました。ビル・ロビンソン52年の3月の5日にはユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオンになりました。そして53年の6月12日には PWF ヘビー級のチャンピオンになりました。そのビル・ロビンソンであります。まあしかし馬場選手もね、この2人を相手にしてはちょっとやりにくいですね。まあ今もう両方の選手にですね、肝心の16号をさっと外されてしまいましたね。ああいったね、そのベテランには読みがあるんですよね。なるほどね、しかし山田さん、リング上では敵味方に分かれてますが、一旦試合を離れますとビル・ロビンソンもザ・デストロイヤーも来日するために敵味方に分かれている控え室、ジャイアント馬場の控え室に必ず背広姿でやってきて最敬礼で握手を交わすようですね。そういったのがね、やはりこの世界のエチケットでしょうね、はい。まあリングの上はこれはもう戦場ですから、当然なんですけれどもね、まあそういったいわゆる超一流選手のエチケットというものは持ってますね、はい。そうですね。さあビル・ロビンソンと再びジャンボ鶴田の一騎打ちになりました。しばらく来日していない間にジャンボ鶴田が AWA の世界王座になった。そして3月4日にはイリノイ州ロックフォードで AWA 世界ヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田にこのベテランのビル・ロビンソンが挑戦いたしました。 AWA ゾーンで大いにファイトをしておりますこのビル・ロビンソンが日本のジャンボ鶴田に AWA のベルトを持っていかれてしまった。なんとか取り戻したいということをこの会場で言っておりましたけれども、ベルトを取り返すことはできませんでした。そのビル・ロビンソンです。ビル・ロビンソンもジャンボ鶴田を敵には回しておりますけれども、鶴田のこの実力というものを大いに買ってますね山田さん。もちろんそうですね、まあ過去にね60分を超えるような大勝負もやってますし、はい、九州の決戦でしたね、まあ、はい、小倉ですね、はい、もう大変な暑い日の大熱戦だったんですけれども、まあ鶴田選手の強さというのはもう本当に体で知ってますからね、はい。両選手汗が滴り落ちます。小倉ツイスト攻撃ビル・ロビンソン、現在はこの AWA の世界のベルトが28歳の若いリック・マーテルのものになっておりますけれども、ビル・ロビンソンとしてもどうでしょう、本国では蹴落とそう蹴落とそうという意気込みを持ってるんじゃないでしょうかね。もちろんそうですね、やはりまだまだ虎視眈々と狙ってますね、はい。両者離れました。場外ビル・ロビンソン早くもまたリングの中に入ります。前面に闘志を表しますビル・ロビンソン、勝負師です。元祖人間風車エルボースマッシュ、この辺りの技どうでしょうか、いかにも老下リズムがあります。強弱をつけて打ちまくります。3発目で倒しました。しかし鶴田スックと立ち上がる。そして超ベテランザ・デストロイヤーの猛反撃を食っています。足4の字固めに入りますか、あっと右足で防いだ。しかしデストロイヤーも一気に立ち上がる。スタンディングポジションを取ります。鶴田がすごい肉体だなというふうに今ちょっと頭をね右にかしげましたね。そうですね、まあなかなかまだまだね身軽ですしね、はい、体の張りもねいいですね。そうですね。さあデストロイヤーとジャイアント馬場の一騎打ちであります。かつては同じ釜の飯を食いました両選手。ザ・デストロイヤーしばらくの間全日本プロレス軍団として大いにジャイアント馬場を助けました。相変わらず友情はまだまだ熱いようですね山田さん。そうですね、まあしかしね本当にこういうデストロイヤーの健在なファイトぶりを見てますとね、はい、人間の体というのは鍛え方によってはね過去もねその長持ちするものかというふうに思いますね、はい。まあそれだけに、普段のトレーニングというのは非常にハードなものがありますけれども、はい、まあやっぱりそれと同時に才能でしょうね。今もニューヨーク州バッファローに帰りますといわゆるアマチュアレスラーたちの高校生中学生あたりのレスリング、これのーコーチ役を買って出ているようですね。そうなんですね、でまあデストロイヤーの場合はですね
本当に子供の頃から、はい、あの運動能力がずば抜けていて、まあ、どんなスポーツでもこなしたっていう人ですからね、はい、まあ、そういったものが、まあ、未だにそのこういう丈夫な体を維持している原動力でしょうね。そうですね。さあジャイアンツ馬場から今度はジャンボ鶴田生き返りました。強烈なエルボースマッシュを突き上げます。サイドのヘッドロック、グランドでの展開、ジャンボ鶴田。今度は山田さん、ジャンボ鶴田の話題ですけれども、このシリーズ、まあ、再び軌道修正をして NWA 世界ヘビー級の王座に挑みましたジャンボ鶴田、まあ、16回目の NWA 世界王座挑戦だったんですが、結果的には野望を達成できなかったんですけれども、まだまだジャンボ鶴田にはこれから大いにチャンスがありますよね。そうですね、あの本当の意味でのチャンスっていうのはこれからだろうと思うんですね。さあ技合戦です。ザ・デストロイヤーからビル・ロビンソンサイドスープレックス、まだ人間風車は見せません。速いタッチプレー、下から潜り込んで、さあ今度は足4の字固め、ここで足4の字固めですが左がちょっと甘い。ザ・デストロイヤーの左の足首をがっちりと右手でキープ、足4の字固めを受けません。ジャンボ鶴田であります。両選手リング上です。馬場選手がフォローに入りました。さあこのジャンボ鶴田、58年の8月の31日にはブルーザーブロディからインターヘビー級をとうとうダッシュしました。そして今年の2月の23日ニック・ボックウィンクルから AWA 世界王座をダッシュいたしました。まあ、確実に出世街道を進んでいるこのジャンボ鶴田ですけれども、今山さんお話のようにやはり残るのは NWA 世界ヘビー級のダッシュということになります。まあね、今までに、はい、まあ、タイトルを取ってその一つ一つの経験の積み重ねというものが、まあ、総合的な実力になっていくわけですよね、はい、これからの鶴田選手、まあ、この前挑戦してまたまたあのタイトルは取れなかったんですが、うん、まあ、何も心配することはないと思うんですね。なるほど。もうこれからは本当ゆっくり落ち着いて見ていてあげたいですね、はい、強烈なエルボーバットを打ちまくりましてビル・ロビンソンを場外に送り出しました。そのジャンボ鶴田、うん、今の一発ね、ちょっとロビンソンとしてはあの不意をつかれた感じで、はい、バックハンドのエルボーを見事に決まりましたね。なるほどね。山田さん、そのジャンボ鶴田にはあの敗れましたリック・マーテルとですね NWA と AWA の両世界ベルトをかけて戦ってもらいたいですね。そうですね、まあ、あのただ単なる復讐ではなくて、はい、ベルトを持っての復讐というのは望ましいですね。そうですね。さあおっと回転エビ固め、回転エビ固め、そのまま今度はジャンボ鶴田が力で足脚力で返す。しかし反対にのしかかろうとするビル・ロビンソン、バックを取ったグランドでのねちっこい攻撃、まるでアマチュアのレスリングを見ているような非常に見どころいっぱいの対決、ジャンボ鶴田ビル・ロビンソン。こういうところね、ロビンソンとかやっぱり意地っ張りですね、はい、もう絶対にやられた技で返すというところもありますね。さあコーナーに近いところでジャイアンツ馬場が好フォローに出てまいりました。脳天空竹割りを見せるか。さあキックを一発見せてコーナーに振る。16本か、逆水平か。さあ溝内のあたりを捉えた。ビロビッソも負けておりません。そしてやはり本体ジャイアンツ馬場には2人がかりか。ドロップキック外した。ザ・デストロイヤーのドロップキック外れました。さあここは勝負と見ましたか。ジャイアント馬場ザ・デストロイヤーをコーナーに放って16本の先例だ。そのまま抑え込んで勝負あったか。台の足を伸ばします。実にこの両者の戦いというのはそれぞれ山田さん共に壺を心得てますでしょ。そうなんですね。それだけでまた面白みがありますね、ええ、足を取ってフックした。おっとわーっと返します。もう全てお見通しというような感じがありますからね、はい、あのそれはね全部の選手に言えるんですね、はい、だから馬場選手は16問をかわされる一方のデストロイヤー選手がせっかく4の字に行ってももう見え見えでね、やられてしまう、あの反撃されてしまうということですがね、そういったところでやりにくいですね。そうですね。その上を行かなきゃならない。ですからその裏の裏を読まなきゃいけないんですね。さあ試合の流れはどうなるか。ザ・デストロイヤー再び登場。足4の字固めに行きそうだ。入りました。ジャンボ鶴田がもうあっという間に飛び込んでまいります。やはり足4の字固めは怖いですね。でこの技だけはやはりねかかってしまうとね体の大きい小さいってのはあまり関係ないですからね、はい、ジャンボ鶴田が助っ人ジャンピングにインパクト。
何しろこの4人の選手の中では若さ馬力スピード何をとっても一番です。ジャンボ鶴田が暴れ回る、暴れ回ります。ビル・ロビンソンとやり合う、ロビンソンとやり合う。さあチョップ合戦、チョップ合戦、若さが勝つか、ベテランの味が勝つかどうか。後ろ後ろと行きました。いわゆるミリ・ライレージムで学びましたその基礎的な技、強弱をつけて打ちまくります。ビル・ロビンソン、さあ今度はわーっと、ジャンピングにバックを外します。さあおバッおワンハンド、おっと振り越し式のバックブリーカー、振り越し式のバックブリーカー、そのまま抑え込んだ鶴田、危うし、危うカウント3か、カウント3が入りました、入りましたね、カウント3が入りました。最後は振り越し式のバックブリーカー、ビル・ロビンソンにジャンボ鶴田が1本取られました。ちょっとびっくりしましたね。ちょっと浮かずでしたね。浮かずでしたね。ベンジラムのねバックブリーカーを、はい、その前にねあのキドニー攻撃をあの腎臓のあたりをね猛烈なパンチ食って、でしかもあの自分のジャンピングニーバット失敗、悪いことが3つ重なりましたね。まさに大ハプニングであります。やっぱり抑えてますね、あのちょうど右の腎臓のあたりでしょうかね。これは驚きました。帯広のお客さんはもうあっと息を呑んで今のシーンを見つめておりました。それにしても現在ビル・ロビンソンのベンジラムバックブリーカー、振り越し式のバックブリーカー、クォースをしまして宿敵ジャンボ鶴田からピンフォールカウント3を奪いました。